はい、ヒールゼゼです。ドレスドライブやってます。今日はですね、長野県長野市小泉町が来てます。今日はね、何しに来たかと言いますと、はい、幸太郎先生から連絡ありました。何かと言いますとね、7A 部品が揃ったそうです。とうとう揃えます。神風エンジンが今 5AG、 はい、だいたい176馬力でしたね。はい、それをですね、 7A にしたら200馬力になるかという感じでですね、今準備中です。で、そのね、部品が届いたということで、しっかり説明してもらいたいと思います。行ってみましょう。はい、準備してくれてそうなんで行ってみましょう。あれ、幸太郎号が壊れてます壊れたよ。壊れてるじゃねえですか。もう何があったんですか。時間ないよ。なんかね、クランク折れちゃった。マジで。ちょっとさ、マジで見てくれるこれ。何これ。おかしくないこれ。過去言ってるっすね。なんで折れてます。それって 7A じゃないの。これ 7A ですね。まさかの俺が今お願いしてるやつじゃないですか。あんまやりすぎるとこういうことになると。いやー、ちょっと心配になってきたっすねやめようかな2回目しかも。いや、原因わかんの。原因はなんだろうね。もう2回なったんでしょ。2回なったっすね。なんでやなんすか。まあ、でもちょっとやっぱクラッチをやりすぎたんかなっていう、ちょっと若干心当たりはね、あるんだけど、ちょっとね、このタイミングじゃなくてもよくないみたいな。いや、でもそれそんなん今まで初めて見たな。これどこで何が起こってんすか。クランクのケツ、うん、だからどうだろう、頭があってこう、はいはいはい、メタルの多分受けがあって、うん、多分そこで折れちゃってる。だからこうパコパコパコ後ろの方だじゃん。そう、一番後ろ、5番っていうか5つ目のとこ。そうなんや。それちょっとバラした時にもう一回見たいですね。はい、おっきりですそんなこと見に来たんじゃないっすよ今回。違うね、こっちだね。ちょっと何すか。見て。何すかこれ。これがプロジェクトの部品ですよ。 7A エンジン小泉紹介セットですか。はい、スペシャル、はい、並べちゃったよ。もうこのまま移植したいぐらいだけどちょっと説明お願いしますよ。どっから行きますか。とりあえずやっぱクランクですね。はい、クランク、まあ、ビニール取らちゃってるよ。もう新品だから袋入ってますよ。はい、新品ですよ。これは 何が、数字で言うと、ね、何がストロークが、はい、85.5。85.5、 ノーマル、 4AG のノーマルが77、うん、77、うん、で普通の 5AG が83、今それがついてるんだね俺はね。そう、うん、で今回は 85.5 で 85.5 っていうのは、はい、7A の純正のソロ。おお、そうなんですね。うん、の、うん、このメタルのジャーナル、コンロットのジャーナル系が、はい、まあ AE92 とか。 7A は違う、でかいんですよ。でかい、45倍かな。おー、でこれが42になるかな。あ、じゃあこのストロークは変わらないけど、ここの大きさが細くなってる、まあ、これがいいか悪いかちょっと分かんないけど、うん、まあでも、ね、うん、メタルちっちゃくできて、まあ、若干抵抗はなくなるんかなみたいな。おお、なるほど。あと、まあ油温がちょっとこっちの方が下がった傾向があって。あ、そうなんだね。まあ、そういうの、はい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 、作ってみました。なるほどですね。これはもうオリジナル。そうですね、うん、ってことですね、うん、海外で作ってだね。わあ、なるほどっすね。じゃあ隣が、ピストン。ピストン。これはだから、うん、哲さんが前の前かな、乗せてた、うんうん、111のヘッドを使えるように、はいはいはい、まあ、20バルブ専用のピストンで、はい、で、まあ、カムもね、今回304の 10.7mm っていうカムを使いたいん で、うんうん、でやっぱリセスがね、ちょっとないと、うん、このクリアランス、バルブクリアランスとか。リセスというのは、あの、ね、インテーク側の20バルブだから、うん、バルブ3本あるんですよね。あ、はいはい、でこの真ん中がすごいきついんですよ、うん、20バルブって、うん、でそれのね、リセスをちょっとね、ちょっと深めに掘ってもらって。もともとはあるものない、純正はないんですよ。純正ない、純正はね、はい、もうのっぺりしちゃってて。なるほど。で今までうちで出してたのものっぺりしてたんですよ、うん、はいはい。でまあその中でやってたんだけど、うん、まあ、今回はちょっとね、しっかりバルブタイミングを取って、うん、おお、うん、っていうことは攻めていきたいなと。攻めれちゃう感じですね。はい、で83倍。なるほど。今までね、82倍までしかなかったんだけど、うん、今回ね、83倍を作ってもらって。おー、なるほど。鉄さんのために。マジっすかたまたまでしょ。たまたま
いや、あとここにあるのはこれは何、ね、ピストン、ピストン、まあ、変わんない、変わんない、これもでクリップ、止めるクリップで、あとピストンリング、リングの方は変わらず、そ う, そ う, そうでもね、これ、うん、国産のリングなんですよ。お、そうなんだ。これね、小川自動車さんで今うちで作ってもらってるやつで、うんうんうん、あのまあ、国産のピストンだと思うんだよね、はい、で多分このリングも国産で、はい、うん、あのやっぱブローバイがすごい少ない、ほぼ出ない。なるほど。昔の、ね、海外のピストンリングとあって、うんうん、やっぱちょっと柔らかかったりとか、多分形状はね、はい、ちょっとこの面の形状とかの兼ね合いか分かんないけど、ちょっとブローバイ多いピストンもあったんだけど、うん、これはすごい、ね、だから今 4AG だから、ななみちゃんとか、はい、の使ってるピストンも同じ、おお、なるほどっすね、の同じ形状のリング。なるほど、じゃあ信頼がある、ね、そうそう、割といいと思います。はい、おお、結構意外とそこまで高くない。これは1個でも出るんですか？もうだダメって言われました。やっぱり怒られちゃうね。もうダメです、今回は特別ですって言われました。ありがとうございます。なるほど、はい、じゃあ最後にこの隣ですね、このとね、さっきの話のこのジャーナルの、はい、K292 とかの K に合わせた、はいはい、うん、だからまあその TR とか、うん、まあ、亀有さんとかメダルが使えるこのコンロットで、うん、長さは 7A と一緒、 7A と一緒、うん、っていうと本当に小泉紹介セット以外にもこういうのって出てるんですか、そもそもで。出てはないかな、まあ、 あの仲間のショップさんとかで販売はしてたりはするんだけど、ああ、基本的にあんまりこのパッケージでエンジンを組んでるってあんま聞かない。なるほど、うん、まあ、自分のうちの、ね、お客さんとかはちょいちょいこのパターンで。結構じゃあ今までにこの小泉 7A は作ってるんですか？ね、今までそのクランクも、はい、の今回 85.5 だけど85とかも作ってたんですよ、うん、おうおう、その前に。なるほど。でその辺のクランクで作ったこともあるし、だからこの後もうちょい長いの使ったりとか、うん、あ、まあ、そこもやっぱりそうそう、いろいろこう組み合わせてね、うん、やってはいるんだけど、まあ意外とこのパッケージ 7A の長さのコンロット、はい、同じストロークっていうのが割と調子よかったので、おー、なるほど、まあ、これで落ち着いていけるかなみたいな、へえ、うん、ちょっと 7A は結構何機か組んで、うん、いいとこ取りで、まあ、なんか木と組んだ感じ、そう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 、いいじゃねえっすか。で20バルブっていうのがね、で、まあ、今回83パイっていう新しいこのピストンがあるんで、はい、うんうんうん、まあなんかいいもん作れるかなっていう。おー、なるほどっすね、うんうんうん、そうなんや。そうなんすよ。え、20バルブの 7A で、うん、その304とかいうカムはドピシャな感じですか？あ、全然トルクもありながら上も回る感じ。中とまあレブが9000とかその辺ぐらいですか？そうだね、まあまあギリ9000ぐらい、まあ、乗用は多分8500とか、まあ、トルクもね下の方から多分結構くるんで、あまり回したらかんなっていうイメージがあるんですけど、やっぱりだから、ね、もうなんかね回らない、回らない、なんかね、うんうん、乗っててそろそろシフトアップしようかなみたいな、トルクレの感じ、そういう感はあるから、 4AG みたいな、うん、もうどこまででも回りますよっていう感触じゃなくて、うん、もうトルクレなんか持っていく感触だから、そうなんだ、うん、っていうか俺のね髪風が今 5AG じゃないですか、うん、で、ね、アデリアの 4.1 っていうね、うん、ギアで走ってるんですけど、うん、意外にねやっぱその中間があるイメージなんですよね。だから 7A になるともっと中間出ちゃうから、そうだ、ね、なんかこうね、そうギア比的に、うん、クロスいるんかなっていうふうにちょっと思った部分もあるんですよね。確かにね、まあ例えば今41のちょっとマニアックな話だけど、うん、アデリアの 4.1 じゃないですか。そうですね。でね、今そのアデリアのミッションも、はい、まああれ出しちゃっていいかわからない、そのリボルバーさんタイプ C っていう方、ね、うんうん、そうですね、そうですね、でそのタイプ D っていう方があるんですよ。あ、でちょっとだからファイナルで言うと4.0 みたいな、3.9 だとハイギアすぎるし、うん、4.1 だとちょっとローギアすぎるって場合の真ん中のミッション組めるんですよ。なるほどなるほど。そうするともうちょいワイドに使える、はいはい、はい、まあ、そういう選択肢だとトルクがさらに増しちゃって、うん、もうちょっとこう回転の幅が欲しいなって時は、うんうん、まあ、そういうの組んじゃう。3.9 だとなんかちょっと逆にかったるいなみたいな。そうだよね、まあ、いろいろその辺のギア比はね、まあ、作れる部品っていうのはあるんで。なるほどなるほど、うん、そっか、やっぱり NA ってどうしてもね、うん、あの回転パワーじゃないですか。だからギアね、やっぱ大事、うん、ギアのつながりがノーマルと、ね、クロスでだいぶ違うじゃないですか。違う、だからその、ね、ちょうどいいっていう部分を見つけるのってすごく ね、難しいね、うん、まあ、コースによってねやっぱりちょっとこう、うん、あるある違ったりもねするし。そうなんだな、うん、だから目標としてはもうターボ車にくっついていって、うん、追走もできる、うん、NA の A86 っていうのをちょっとイメージしてる。もうついていってるじゃないですか、すでに。いやでもね、もう一本どうしても、ね、あのまあ名阪のライツで言うと、はい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 、
エアーと 7.0 なんですよ。だからそう、だからそこら辺の、その馬力じゃなくてドリフトが維持できないっていう部分で、うん、どうしてもエアー張らないとっていうのでちょっと置いてかれた部分あったから、もう一トークが欲しくて、そうするとなんかああいう短いストレートだったらいけそうな気がする。まあちょっと面白いですね、うん、さらに、ね、うん、まあ、今の防衛銃よりも、まあ、もちろんトルクも上がるし、うん、でちょっと、まあ、うちは20バルブ結構こだわってやってる部分で、うんうんうん、そのやっぱり馬力自体も出せるっていう感じはするから、そうなんだね、まあね、ちょっと乗ってみてもらって、うんうん、まあね、ちょっとまたフィーリング、まあ、16バルブとの違いとか、はい、まあね、はい、7A にした時の3みたいなもんね、うん、まあ、ちなみに簡単に言うと、うん、その16バルブと20バルブで、うん、どこがポイント的に違うんですか。どこがポイント的に違うんですか。まあ、まずヘッドがやっぱ違うんですね、うんうん、まあ、バルブが5個、そうですね、キト2個、うんうんうん、でそのヘッド自体も、うん、そのまあ、昔でハイポートって言ってバルブに対してなるべくまっすぐ、まあ、吸気されるような形状になってたりとか、はいはい、まあ、単純にまあ3つあるから、うん、その2個よりはね、まあ、バルブのケアもちょっと違ったりもするんだけど、うん、まあ、効率が若干良い。なるほど、まあ、あとはまあヘッドのその純正の加工っていうのも、うん、多分20バルブの方がやっぱ進化してる部分だと思う、はい、だからその、まあ、うちとかやっぱね、その、まあ、一般のお客さんにやっぱエンジンを作る場合って、うん、まあね、レースエンジンみたいに16バルブをひたすらポート作って、はいはい、ビッグバルブ組んでカツカツのバルブタイミングでっていうのも、うん、まあ、馬力は多分そんなもちろん変わんないし16バルブが上に行く場合もあるけど、うん、やっぱり20バルブのこの、まあ、素性でいける、はい、まあ、コスト的にやっぱね、はい、手間もヘッドもそこまでいじんなくても、もうちょっと本当にエキゾーストちょっと広げるぐらいでもう十分パワーが出せるんで、まあ、そういうところを考えてもね、やっぱ20バルブっていう選択肢はありなんじゃないかな。そうですよね、うん、まあ、お客さん的に言うと、もうはっきり言って細かい話ちょっと分かんないから、結局乗った時に馬力があるなっていうのと、そうだよね、ね、それでなんか壊れるかもしれないっていう不安がなければ、うん、まあ、何でもいいですよね。そうだよね、正直あと、まあね、コストがもうヘッド作るのにもう100万円かかるよって言われるよりはね、うんうん、まあ、半分とかで、ね、ね、同じ近いパワーが出ればやっぱそっちの方がいいかなっていうところで、まあ、うちは結構20バルブがありなんじゃないかなっていう、まあ、だから別にその16がいいとか20バルブがいいとかそういうのじゃなくて、どれだけ詳しくね、いろいろな表現できるかっていう、まあ、いろんな、ね、アプローチはあってもいい、もちろんね、16バルブこだわってすごいやってるチューナーさんもいるし、もちろんもちろん、うん、まあ、だから自分に言うと別にそのどこが間違ってるとか別に思ってなくて、ね、結果的にね、調子よければ、そう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 、だから本当にね、どこが得意っていう部分なだけで、乗る方はね、安心して乗れればいいんで、そう、で今回は20バルブ、そうですね、鉄さんの腕にかかってますね、ちょっとパフォーマンスちょっと20バルブいいなっていうね、これ世の中ね、そうだね、実績がね、そうそうそう、出る場所ね、全然ね、はい、ありだと思うし、ちょっと、うん、やってみましょう、これを組んで、うん、いつ頃組めるんすか。いやー、これピストもうちょっと消すんだけど話しなどうしようかなみたいな、まあまあちょっと加工とかね、なるべく早めに、まあまあ、もうはっきりその急いでなんかね、うん、焦って組むよりちょっとね、うん、まあ時間は十分取ってもらって、うん、しっかりしたもの取ってもらえればいいんで、はい、よろしくお願いします。おめでときます。はい、次20代よろしくです。はい、7AG のキット説明していただきましたね。いやー、楽しみすぎるね。うん、いろいろね、やっぱり、うん、思うところがあるっすよね。だいぶ前にね、コータローちゃんの車乗って、いや、これすげえ速いなって言って、で、何馬力ぐらいあるのかなって言ったら、その時に確か230とか50とか言ってたんですよ。で、それよりね、ちょっと自分の今の護衛だと170馬力っていうことでしょう。だからだいぶ馬力、まあ、測るものが違えば数字も違ってくると思うんですけど、まあ、実際ね、200ぐらいあるんじゃないかなっていうふうに今言われてるんですよね、神風護衛陣。だからそれと、まあ、比較すると50馬力ぐらい、まあ、よくて50、だいたい30馬力ぐらい、うん、上がる計算なんですけどね。はい、なんでそれがね、どれぐらいのもんなのかっていう部分と、ちょっと孝太郎ちゃんの車とね、神風号が多分ね、あの重量がだいぶ違うんですよ。僕のね、神風号は多分900以上あるんで、多分100キロ近く違うのかな。
そうするとやっぱり馬力でいうとね、うん、だいぶ、うん、食われちゃうかな重さでね。だからその辺はちょっと、うん、数字では表せれない部分なんですけど、ちょっとね、本当に自分的には今の上高 AG よりも 7A の方が、うん、すごいポテンシャル高くなるんじゃないかなというふうに思ってます。でね、部品も揃ってきてて、であと今から加工を出してからの、まあ、あと、ね、カムだったりを、まあ、準備してもらって、年内中にできたら嬉しいかなって思ってます、正直。はい、なんでね、とりあえず 5A の神風号は、まあ、年内で終わりなのかなってちょっと残念な気もしますけど、それまでにね、もっともっとね走りまくってですね、いろんなサーキット行きたいと思ってます。はい、じゃあ今回は以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ、バイバイ。